ここまで追加で中2日、どのように過ごされましたか、はいあのまあ、競輪場の大掃除だったりあの、そういうイベントもあったので、あの変わらずでも過ごせました、はい、初日となります、佐々木選手の戦い方、教えてください、はい、あの内藤さんと、まあ、森澤さんともお話ししてあの、内藤さんとは別で、僕は町田君の方につかせてもらいます町田選手との連携はありますかえ初めてです。 初日となります。森沢選手の戦い方を教えてください。はい、あのレップ記念の決勝と同様に内藤さんがついてくれるっていうので、はい。まあ僕は自分で何かできればなと思います。久しぶりの七車となりますけれども、そのあたりはいかがですか。そうですね。あの三年ぶりに多分七車走るので、まあちょっと感じがわからないんですけれども。 あの S 三になる前は結構 F 一の成績良かったですし、まあこううまくうんチャンスを見つけながらはいうまくこうレースに乗れればなと思います。二千二十三年はどんな一年でしたか。そうですね、あの三、ー、回の落車ありましたけど、えー、G 一はすべて出場できてましたし、まあ充実した一年だったと思います。初日となります野田選手の戦い方を教えてください。えー、そうですね九州で。えー 伊藤朝紀君いますけど、まあいつも通り自分で自力自在に頑張ります。メンバーをご覧になってみての印象はいかがですか。そうですね、あの新年一発目にしてはあのいいメンバーなんで、しっかりと結果残せるように頑張りたいと思います。2023年はどんな一年でしたか。そうですね、まあ今年から G2、G1 に出させていただいて、はい上の舞台で戦うことが増えて、いろいろ課題が見つかった年になったと思います。 初日となります。伊藤選手の戦い方はそうですね。まあ一人で走ることになっているんですけど、まあしっかりタイミングが来たら仕掛けて一着目指して走りたいと思います。2023年はどんな一年でしたか？そうですね。あのまあヘルニアの手術後のあの一年だったんですけど、それにしてはまあ上出来だったかなと思います。初日となります。内藤選手の戦い方は。 はい、あの森沢君にあのせてもらいます森沢選手との連携相性はいかがですかそうですねあの、12月の別府記念でも世話になっていて、はい、あのとてもいい選手だと思います、はい、じゃあ、その流れでいい1年の流れにできそうですかね、そうですね年始一発目なんで、いい流れに持っていきたいです。12月に川崎の優勝がありましたけれども、はい、状態は、近況はいかかがででしょうかそうそすねちょっとあのお疲れ感じますけど。 なんとかあのこのお正月のシリーズ走り切って、またあのいい年にしたいですね。初日となります。武田選手はどのように戦いますか。はい、あのマジャの先行強いですから、あの佐々木君もいますし、その三番手であのしっかり頑張りたいと思います。ここまで中六日ありました。どのように過ごされましたか。えー、広島記念終わって二日休んで、そこからは。 練習してきました初日となります町田選手はどのように戦いますかはい、積極的に自力で戦いますでは新年の挨拶と今年1年の意気込みお願いしますあ、えー、けましておめでとうございます今年も1年頑張ります